高杉晋作巨兵造公山寺巨兵は、源氏元年12月15日に、高杉晋作ら正義派の長州藩所隊が、俗論派打倒のために、高山寺で起こしたクーデター。回転儀挙とも、これに橋を発する長州藩内の一連の紛争を、源氏の内乱という。金門の変、馬関戦争の後、朝廷と江戸幕府は、長州藩へ。 懲罰として15万もの正長軍派遣を決定した。長州では、反尊防の危機を前に、上位を施行しこれまで反省を指導してきた長州、正義派と正義派の反省指導に反発する、無くなし東大に率いられた俗論派らの争いが激化し、ついに武力衝突にまで発展する。最終的に正義派が勝利し俗論派は敗撃されたが、正義派、俗論派、正長軍の 各勢力内は細かく分派し、それぞれが独自行動をしたため事件は複雑な経緯をたどる。長州正義破損のお上位を施行して反省を指導し、8月18日の政変並びに禁門の変を引き起こし、長州を存亡の危機に陥れる。政庁軍が迫る中でも反省改革を主張し、謝罪はすれども責任者の処罰や領地活情を断固拒否する。 不備強順を説いた。しかし俗論派が反省を握ると、行為の正義派藩士の多くが投獄、処刑される。長州正義派諸隊長州藩の上位方針に従い、兵力増強のために、長州藩士のみならず、長州藩士以外の武士、庶民を兵員として編成された、混成部隊の総称。主な部隊に、騎兵隊、お立て隊、遊撃隊、八幡田隊、南炎隊、 力士隊などがあり、幹部や兵員には、長州出身者だけでなく、他藩の脱藩同士や上位志士が多く参加した。行為の正義派藩士が追い落とされ、長州全体が俗論派に牛耳られる中、藩政府の統制を離れ、最終的に決起して、俗論派の萩藩政府を打ち破る。決起時の総員は750人、内騎兵隊が400人を占めたと言われる。 初代の大半は正義派に属したが、萩の体や力士体の一部は、俗論派の萩藩政府につき正義派初代と戦った。長州俗論派長州藩内の砂漠派。長州に清朝軍が迫る際、正義派を追い落とし反省を握る。幕府への絶対強順を解き、正義派交換を捉え大量に処刑するなど、強権的な勢力であったという。 ただし正義派交換の処刑については、幕府が促したためとされる資料もある。鎮政会議員、その他長州藩士、長州藩士は、正義派、俗論派に分かれあやったと言われるが、実際は、大半の藩士がどちらにも属さず、両派の争いを止めようとした。その中でも特に両者の停戦に尽力した一派は、東高寺派、あるいは鎮政会議員と呼ばれた。 また正義派に同情的であっても、市場は、市場として、実際の行動は、反政府の指示に従う反主も多かった。長州藩公長州藩主派議判の最高権力者で、ある者の,の指導力を発揮できず、時々に反省を牛耳る、正義派。長州市藩長州には、複数の市藩があり、市藩藩主らはおおむね尊能上位思向で、正義派に同情的であったが、正義派。 俗論派の争いは、総藩である、長州本藩の内部構想であり、積極的な介入は避けた。しかし、長州藩内の独立勢力であることは、間違いなく、俗論派が、長州本藩を掌握し正義派所帯に圧力をかけると、長州本藩内に居場所をなくした所帯は、許可を得ずに、長府藩に移動し、市藩藩主らに、正義派への助力を行うようになる。 長州藩岩国領長州には、市藩の他に、関ヶ原の戦いの経緯により、江戸幕府から半ば独立勢力と認められた岩国領があった。長州藩毛利氏の家臣であり岩国領領主である吉川常本は、朝敵認定され、かつ内乱状態に陥り身動きの取れない、長州本藩の代わりに、長州藩を代表して、幕府と和戦交渉をした。 吉川は、聖長軍との改戦回避のために、正義派幹部の処刑をしきりに求めたため、高杉からは、俗論派筆頭、関心と憎悪をされた。しかし、聖長軍が困難な急戦条件を持ち出すたび、長州本藩の利益と、藩主府死の安全を最優先に交渉に臨み、戦争を回避させたのも、吉川であった。故郷8月18日の政変により、長州に亡命し、 山口にいました七共王地の残存メンバー。禁門の変の際には上落しようとしたが、失敗して山口に戻っている。上位の意志を持ち、初代が俗論派に追われて山口を退出する際は、長奉行に同行した。五共の長州退去が戦争回避の条件の一部となり、九州へ移る際も最大限正義派のために行動したと言われている。 脱藩同士禁門の変の際に決起し、敗北後は、長州軍に帯同し、長州に亡命した諸国の脱藩同士たち。亡命後は五教の家臣になるか、正義派所帯の一つである遊撃隊に入隊するかに分かれた。成長軍が迫る際、他藩にネットワークを持つ脱藩同士たちは、長州を救うべく、他藩へ積極的に和平斡旋をした。 五郷が長州から退去する際は、五郷を報じる脱藩同士は、一緒に九州に移り、遊撃隊の脱藩同士は、高杉晋作の決起に協力した。総員は、遊撃隊に入隊した者を含め70人程度で、あると言われている。聖長軍総督府朝廷及び幕府より、長州政党を命じられ、西国を中心に35藩の藩兵により、構成された討伐軍。 総督は、尾張藩主、徳川義勝で、広島を本営と市長州政党に関する全権を委任されていた。副総督は、越前藩主、松平重明で、小倉を本営とし、九州諸藩を統括した。総勢十五万人という大連合軍であるが、幕閣と総督の意思疎通すらできておらず、動員された諸藩の士気も低かった。福岡藩政長軍の一員。 福岡藩には多くの上位師がおり、その筆頭である加藤師匠は福岡藩の失勢に認じられ、藩主黒田長広も尊能上位派と目されていた。そのため、長州正義派は福岡藩上位派を筑前正義派と呼び身打ち扱いしていた。福岡藩上位派も上位を実行した長州を高く評価し、かつ内戦を無益と考え戦争回避と長州藩の斜面に 積極的に関与し、また、初代の状況に同情し、長州内の内戦回避にも尽力した。薩摩藩政長軍の一員。薩摩藩は、金門の変で長州撃退の功績があったため、政長軍で大きな発言力を持っていた。長州藩は、敵となった薩摩を殺族と呼び激しく憎んでいた。金門の変では、長州と相対した薩摩ではあるが、 千年撮影戦争があり、外国勢力が日本に迫るときに内戦は無益であるとの認識から長州、政党回避に動く。特に、西郷隆盛は、政調軍総督、吉勝の信任を得て、戦争回避の交渉を取り仕切った。また、薩摩藩は、判明として、長州内の内戦回避にも尽力したと言われる。俗論派の構成。 編集元時元年9月25日、山口政治堂で、藩主高地下臨席の下、君前会議が開かれ正義派の代表格である、井上文太は、不備教順論、反省改革を説いた。俗論派の抵抗により会議は紛糾したが、最終的に高地下が、不備教順を、長州の国勢とすることを言明して終わった。しかし会議からの木と、井上はボートに襲われ、重傷を負う。 9月26日、禁門の変を阻止できなかったことに責任を感じていた、スフ・マサノスケが自害する。文太襲撃とスフ自害は正義派に大打撃を与え、藩の要職を占めていた、正義派は次々解任され、代わって登用された俗論派の幹部らが藩政府を掌握していく。また幕府が徴収政党を決定し、西国諸藩に動員をかけたとの情報がもたらされる。 俗論派は、禁門の変を積極的に指導した、正義派参加郎、福原元官、増田親世、国司親将を切腹させ、幕府に降伏することを主張した。これに対し長州正義派の一つである初代の幹部は、参加郎切腹反対の権威書を提出した。9月30日、上位を理由に、山口城へ今日移していた、藩主親子の萩への帰還が決定する。 初帯は、俗論派の画像である萩に帰還せず、山口へ残留する、要藩主夫氏に権利書を提出したが無視された。福岡藩、薩摩藩の和平野戦、編集同日、福岡藩氏の北岡雄平、薩摩藩氏の高崎五十六が、吉川常本と海戦回避の話し合いのため岩国、新港に到着する。吉川は山口出張中であったため、高崎は、 吉川の書状の入手を依頼した。また高崎は、薩摩藩と長州藩は、禁門の辺で戦ったが、薩摩に遺恨はなく、薩摩藩が捕虜とした長州人10人について、引き渡しの用意があることを伝えた。二藩の関与は、長州に亡命していた久留米藩の脱藩老子、淵上育太郎が、地期の福岡藩士に長州藩の気球を救うための助力を求めたのが、 はじめとされる。長州藩に深入りすることを反対する。福岡藩上層部を加藤師所らが内戦回避は幕長のためでもあると説得しは平野戦に乗り出した。ただ、福岡藩単独では、事態打開は困難と考えたのか、北岡を京都の薩摩藩邸に派遣し、助力を依頼し、当時京都にいた西郷がこの提案を受け入れ、高崎56を同行させ、 岩国に向かわせたのが、この訪問である。駆逐される、正義派、編集1月、政務員や、俗論派の実践部隊である、戦記先機隊も帯同する。山形な騎兵隊幹部は、未だ山口に滞在していた藩主の息子である、毛利玄徳に配慮し、権議書を提出して、派議業を止めるよう求めたが受け入れられなかった。月日、徳も山口を発し、 萩へ向かい、山口に残る藩重役は、裏元城のみとなる。俗論派は、萩に移った藩主を手中にし、萩、山口を掌握してゆく。10月5日、徳川吉勝は、聖長軍総督の任を受諾し、大阪にて、聖長軍の軍議を開くことを諸藩に周知した。公爵、山形有友殿によると同日、俗論派が藩を朗断する状況に、 危機感を覚えた、騎兵隊軍艦、山形京介は、三田尻に駐屯している、騎兵隊をよそへ移動させることを考え、石州国境に至るまでの方々の地形を視察したと、言う。ただし公爵、山形有友殿は山形没後に作られた電記で、高山寺挙兵の段には、他資料と矛盾する点が多くある。10月7日、山口にて、福岡藩。 薩摩藩の圧戦を知らされた吉川は部下に所管を持たせ、広島の高崎の下へ派遣し、成長軍との交渉を依頼する。10月9日、正義派の毛利昇陣、山和国之助、前玉衛門、渡辺倉太郎が近親となる。10月11日、騎兵隊と幼長隊は、反政府の命令により、爆軍侵入に備えて、特自の要害に退却した。 山形有友殿によると、同日、山形らは、俗論派の台頭を警戒し、反政府に、無断で、騎兵隊、幼鳥隊を特時へ移動させることを検討したとある、のみで、資料に矛盾がある。10月13日、正義派の山形半蔵、小田村祖、太郎、寺内徹蔵が罷免される。10月17日、高杉晋作が、政務役を罷免される。 10月18日、宮市を通過する吉川常本に面会した山形は、廃越して、武備教順の県議書を提出した。さらに山形は、田島の脱藩同士からもたらされた、京都の情勢を吉川に報告した。10月20日、特時に移動した後、騎兵隊総監である、赤根武人は書体に七箇条の要目を出し、周辺住民の意部と書体の後期粛清に努めた。さらに、 所帯幹部は、所帯の隊員が一人で外出することを禁じ、隊員に送付される手紙はすべて幹部が検閲した。特事への移転についても、合憲出実の気象を新作し、受け手て分弱義士の風習を、千と述べている。公爵、山形有友殿によると、騎兵隊と幼長隊が、三田尻を引き払い、特事に移ったのはこの日であり、俗論派の影響を避けるために、 藩の命令を得ず、兵を動かした、独断行動であったとされる。さらにこの時、俗論派は山口を、未だ掌握しきれておらず、山形は、山口に残留していた、初対価高ら人に面会し、寄兵隊一年分の給与の前払いを依頼し、その給付を受けることに成功したとある。上実の通り矛盾しており、どちらが正しいかは不明である。同日、幕府は、 毛利藩主ハ氏のあざ返機と簡易の剥奪を通達する。公明、編集10月21日、藩政府は、初対幹部を山口の政治堂に集合させ、初対の解散を命令した。また出席しなかった、騎兵隊、八万隊、ま部隊には解散令を、封鎖した。山口に集められた、初対幹部はその場で解散を拒否した。初対幹部は、抗議を行い、以後、 反政府から距離を置き、諸帯全体で同一行動を取ることで一致した。そして諸帯は、山口に居ましていた五教を帯同し、正義派が老である増田の地行地、須佐へ移り各地へ激文を出して、反省の転換を図ることを計画する。ただこの時出された解散令は、比較的温等で、身元武者についても一箇所に差を受け、また、気球の事態がいつ来るかわからず、全員いつでも、 副隊できるよう支給はこれまで通り行うとあった。俗論派の萩藩政府は正義派交換の追い落としには熱心であったが、身分の低い所帯には当初注意を払わなかった。10月22日、大阪城にて、成長軍総督、吉勝は軍議を開き、11月11日までに動員を追いかく攻め口に着陣し、1週間後の18日に改戦することを決定した。 一方、吉勝は岩国の吉川に死者を送り、降伏謝罪すれば、改戦を回避できる旨を伝えるよう手配した。実は吉勝は、長州政党に否定的だった。成長軍総督就任についても何度も拒否したが、重ねて依頼されたため、全権を委任することを条件に就任したという経緯があり、吉勝は戦争回避に意欲があった。吉川は、 よ勝の使者に対して、三家老の首を差し出して、教順のよを示したい胸の書状を覆めする使者に、持たせた。10月23日、高杉晋作は、俗論派の対等に、身の危険を感じ萩を脱出した。その際、奈良崎や八郎を誘うも、奈良崎は、萩脱出に同意しなかった。残留した奈良崎は捕らえられ、後に処刑された。10月24日、大阪にて、 聖長軍総督、徳川義勝に薩摩藩を代表して配慮した西郷は、改戦回避のために、長州藩が受諾すべき条件とそれを履行させるプロセスを提案した。義勝は西郷の提案を非常に喜び、その場で西郷へ脇差し一等を与えて、信任の証とした。これより後、西郷は聖長軍の参謀格となった。10月25日、 萩を脱出した高杉は山口へおもむき井上文太の病床を見舞った。同日、聖長軍総督、徳川義勝が大阪を出発し、広島へ向かう。また義勝が大阪を出発する際、江戸幕府は金門の変の際に取られた長州人七人を残首して、聖長軍の門出を祝した。10月27日、高杉は山口から三田尻を経て、 徳事へを赴き、山形と面会し、脱藩の意図を伝える。高杉は、九州を巡って遊説し、各地で同志をつり上位を継続することを考えていた。山形は隊に泊まるよう説得したが、高杉の意思は固く包囲させられなかった。山形は、九州へ赴く高杉に、伊藤伝之助らを同行させることにした。二人は夜遅くまで、 将来の方策を語り合ったが、逃げる高杉にも残る山形にも状況は絶望的であった。高杉は議論の最後にも、下の廃校を書き留めている。灯火の影細く見るこよいかな10月29日、富海より船で馬館に到着した高杉らは白石昭一郎邸に向かった。高杉は白石邸にて、九州諸藩の老子たちと会談し、九州で同志を得る計画を練る。 離脱計画、編集11月1日、特事にて、山形と会議をしていた、松島剛蔵のもとへ、俗論派に牛耳られている萩より出頭の急使が来た。山形は、萩に行けば処刑されると考え、松島に泊まるよう説得した。松島は罪に問われるとしても、遠投程度で済むはずだと答え、山口に向かった。萩に赴いた松島は捕らえられ、後に処刑された。 同日夜、山形のもとに山口より初対参謀の福田キャンダイラーが来訪した。福田は俗論派の勢力が日ごとに増大することを伝え、これに対抗するため初対を合わせじご強を報じて北部の諸佐に撤退することを提案し、すでにご強がこれを了承したことを伝えた。山形は驚愕し、交通の便の良くない諸佐では再起を図ることができないと反対した。 代わりに、山形は、山口へ進出した後、五教を帯同し正義派に同情的な、長州市藩である長戸長府藩の藩主、毛利元州を頼り馬鹿に赴くことを提案する。福田は山形に同意し、山口へ帰還して書体へこの案を伝えた。山口の書体は、忠議し、俗論派が勢いを増す現状を打破するため、まず全書体を山口に集結させることを決した。 11月2日、騎兵隊、幼鳥隊は、徳寺を出発し、山口へ向かう。同日、高杉が、馬館より九州へ渡航した。白石の弟、大場電子七らがこれに同行した。11月3日、西郷隆盛が広島を発して、岩国に向かう。11月4日、騎兵隊が山口に到着する。他にも、大田一之進が、 むくよりお立て隊を率いて到着し、伊藤俊介も馬官より力士隊を率いて到着する。萩藩政府の妨害のためか萩付近にたむろしていた南炎隊は山口に現れなかった。所帯幹部は山口に残る藩重役浦本城のもとを訪れ潜白書を提出する。潜白書の内容は遊兵中の参加老を許し、反省を上位に戻し、 半主夫氏は山口機関士、俗論派を抑えて正義派を登用し、武備教人を目指そうというものであった。この憲白書は山口に集結したすべての書体の連名で提出された。また書体は、これとは別に当時山口に泊まっていた半主夫氏の両夫人の館に憲白書の写しを提出し、粗暴な行動に出ないことを約束した。この日、書体隊員が、 反政府が武器庫としていた、毛利隆元の霊を祀るうつに境寺に赴き、銃器等の引き渡しを強く求めた。武器庫を管理していた役人は、解散を命令された書体に武器を貸与することはできないと拒否した。山形有友は、反政府と全面抗争になるのは特策ではないとして、書体隊員を制止し、銃器は引き渡されなかった。この間、山口を掌握していた。 続論派は、藩主、高近の名前を利用して、怪獣を試みたが、初体は応じなかった。回線回避への運動、編集同日、岩国にて、吉川常本は、西郷隆盛と会談する。西郷は、長州を、これまで指導していた三家老と四三房を斬首し、首を成長軍に提出すれば、当面の回線を回避できると言い,い、すぐに行動するよう求めた。 会談の後、吉川は、長州本藩へ向けて、過労切腹と参謀残守を促すための休止を送った。吉川は、成長軍の開戦日が18日であり、各攻め口には14日に最終命令が発信されることを伝え、その前に、総督府に主記を提出しなければならない気球の事態であることを強調し、長州本藩に即座に行動するよう求めた。他にも、 吉川と西郷は今後の藩主婦氏、五郷の取り扱いについても会談したが一致せず、西郷は広島に帰った。また同日、博多に到着した高杉らは筑前藩士、月形先祖らと面会し、各地へ遊説に向かう。高杉の九州行は筑前正義派とも称された福岡藩尊能上位派が面倒を見た。さらに同日、萩藩政府は、 長州藩内各攻め口に死者を送り、成長軍と衝突しないよう周知した。11月5日、毛利藩主夫氏は山口の御教に連絡を取り、御教を通じて諸代の陳部を行おうとした。しかし上位志向の強い御教は諸代を支持しており、受け付けなかった。逆に御教は正義派を復権し上位の意志を取り戻す、胸の手紙を藩主夫氏に書いた。手紙は、 初代の憲白書と一緒に、藩主夫氏のもとに届けられ、後日、藩主夫氏は御教への返答のために死者を派遣することとなる。11月7日、藩政府は初代に対し、藩の解散令に従わない場合は罪を問う旨を、布告する。さらに、藩主夫氏は、初代総督に親しく悟すところがあるため、萩へ赴もむく、よう命じる。初代は、俗論派を警戒して拒否するも、 萩藩政府は、藩主府氏を通じて諸体へ、連日のように萩への参集を命じた。11月8日、西郷隆盛は、吉川京美へ書状を出し、禁門の変の際に、薩摩藩が捕虜とした、長州人10人を送還した。11月9日、度重なる、藩主府氏の命に従い、諸体は、萩へ数人の幹部を送る。毛利隆近は、 初対幹部を召し出し親しくとしたものの、配悦は形式に終始したため効果を表さなかった。藩主に謁見した初対幹部の証言では、藩主不死の周りを数十人の俗論派が取り囲んでいたという。同日、萩藩政府は12日に参加領を切腹させることを最終決定する。これを聞いた太田一の信。 山形有友ら初代幹部が裏の元を訪れ切腹中止を強く求めた。他にも初代大使の中には参加領奪還を公言する者も,も多くあった。裏は萩藩政府へ山口の初代の情勢を伝えた。初代の強硬さに驚いた藩政府はすぐに山口にもう年近々を鎮静奉行として使わし、さらに気球の事態に備え、徳山に 若干の軍病が配置される。すでに俗論派政府は参加牢を切腹させることを決心しており、初隊が奪還に動いた場合、参加牢を斬首して、指揮を得、成長軍に提出するつもりであったという。11月10日、鎮西武行が山口に到着したのは深夜であったが、気球の事態のため、裏は初隊総督を招集した。しかし初隊は下級大使を派遣し、 出席した大使も憲白書を採用するよう求めるのみであった。同日、九州へ渡った高杉は方々へ遊説に向かうが、金門の返廃層の後ということもあり、九州でも砂漠派が勢いを増していて、同志を得るという目標は成功しなかった。またこの時期、高杉は幕府の追跡を逃れるため谷梅之助の偽名で、活動したが、尊王攘夷志士として巧妙な高杉はすぐに、 注目されるようになる。高杉は、月型仙像の紹介で、福岡藩、平尾村の野々村望む東にのもとへ身を隠すこととなった。三加老四参謀の死、編集十一月十一日、俗論派は幕府への謝罪のため正義派三加老の福原元藩、増田親瀬、国士親将を切腹させた。切腹を一日早めたのは、初代の奪還を恐れたためと言われる。 山口では鎮西奉行毛利親自家が再び、初代幹部を政治堂に招集し、藩主府氏の心象を掲げ藩の方針に従うよう、迫るも、初代幹部らはしきりに憲白書の採用を請うのみで、あった。この時、大大大地の進むと野村製の助らが進み出て、幕府が兵器没収を命じたり、領土削減を命じた場合に、藩政府はどう対応するかといった出した。鎮武氏は、 やむを得ないと答えた。大田はさらに、藩主不死の心情に、言に忍びざるの命が下った場合はどう対応するか、とうた。陳武士の一人である、諫早土野と二郎は、それもまたやむを得ないと答えたという。大田らは大いに怒り場として、政治道を去った。同日、清張軍副総督越前藩主、松平重明が小倉に着陣したが、 従軍諸藩の軍勢は全く到着しておらず、平戦の準備も整っていなかった。茂明は九州諸藩に書状を送り従軍を促す。11月12日、俗論派は金門の変を指導した正義派の四参謀を野山国にて死刑に処した。同日、萩藩政府は山口にましていた藩主夫氏の夫人を萩に移すことを決める。また、 初代の暴発に備えるため、萩居住の藩士に動員をかけ、名林館に兵を集めた。さらに山口で、諸代説得に当たっていた、鎮西奉行毛利親直にも、死者を送り、初代の暴発に備えるため徳山、岩国に休校することを命じ、もう年近々の兵として、名林館に集合した藩士の中から200人を徳山に派遣することを決定した。 11月13日、三家老が切腹したという情報が山口にもたらされ、諸帯幹部は激怒した。さらに諸帯は、萩藩政府が軍病の動員をかけたことを察知する。諸帯は、衆議し、山口の地形は、貨幣で守ることができないと判断し、調布藩主毛利元衆を、頼り調布へ赴くことを決め、その旨を文書にして、藩政府に提出した。 初代の戦略としては、五郷を帯同して、調布に赴き、正義派に、理解のある、調布、新末良藩と力を合わせ、馬官の長州本藩解消を抑えて、金米を取り、役人を追い払い、俗論派退治のための義兵を起こすというものであり、この計画アートに、高杉挙兵の下地となる。改回避、編集月日、広島国退治へ急行した州藩士、 支持暗報が三加牢の死休を、成長軍総督名代、成瀬隼人生と、江戸幕信子川安愛へ提出した。さらに支持は四三方も残守した旨を伝えた。総督府はこれを受け、従軍する諸行に、毛利大前府支持福摘の姿もあい、未公付当月十八日、貢献日元の議重定一左右賞立候まで、貢献家秘密合い事と,と布告し、18日に、 予定されていた回戦を延期した。同日、高田殿の参上に、騎兵隊より、手紙が届く。内容は、俗論派が、初対討伐の命を下すようなので、山口では防戦士が宅長府へ移るため、五教の初対との同行を願うというものであった。五教は、衆議の後、これに同意した。また同日、福岡藩士、筑島モルが萩に入り、藩政府へ。 正義派と俗論派の和解を解き、捕獲されている正義派交換を解放し養殖につけるよう進言した。これは福岡藩士らが長州の内部構想は藩の養殖を俗論派が占めたために生じたと考え、正義派と俗論派の均衡が取れれば内部構想も自然解決すると考えたためとされる。畜紫の案は採用にならなかったものの、 これ以降、萩藩政府と福岡藩の間に、たびたび密使が行き来し、初代もたびたび福岡に赴くようになる。初代と五郷の調布行、編集11月15日、初代は山口を出て、調布へ向かう。初代は、途中、高田殿へ赴き三き参上耳ら五郷に越見し、五郷は、初代の調布行に同行することとなる。武力衝突に至らないものの、 萩藩政府の統制から完全に逸脱する行動であり、初代の行動はこの時点でクーデター同然であった。驚愕した裏は、すぐさま初代を追いかけご教に止まるよう進言したが、聞き入れられなかった。裏は、初代鎮静を果たし得ずとして、萩藩政府へ辞表を提出し、家臣には初代に組みしないよう命じた。所帯は山口を立つにあたり、 俗論派に捕らえられた、松島強志ら正義派交官7名の釈放と、初対存続、武備教授などを、俗論派の反政府と交渉するため、騎兵隊総監、赤根武人を萩へ派遣した。萩池には時、山田八らが随行しており、赤根武人は正式な初対代表という立場であった。11月16日、成長軍総督、徳川義勝が広島に着陣する。 11月17日、諸代と五郷が調布へ到着する。調布藩主毛利元衆は五郷の到着を歓迎した。高山寺を五郷の滞在所として、被災をしたい、中遊隊がこれを稽古し、残余の諸代は、高山寺とその周辺の各寺院に分粛することとなった。同日、三田尻に駐屯していた、中遊隊も調布にいたり、諸代に合流した。 戦争回避条件のすり合わせ。編集11月18日。清長軍総督、徳川義勝は参加老の首実験を行った。清長側は、総督明大のなる瀬ただしごえ、江戸幕閣、稲葉正久に、大目付の長井久氏、軍目付の戸、川安愛。長州側は、吉川常元、支持安房が出席した。三謀の辻正友と、 西郷は自室に控えていた。成長出陣期ではこの時、長井は戦争回避の条件として、藩主夫氏を免疫ましめ、萩、山口城の明け渡しなどを吉川に通知した。吉川は自身が岩国領主であることを強調し、それらの条件を決める権限はないと断った上で、それらの条件が萩にもたらされれば、傍聴市民は一致して徹底抗戦するだろうが、 今すぐに答える必要があるかと問うた。長井は条件は決定事項ではなく今すぐ答える必要はないと言って吉川を下がらせた。その後長井は西郷に吉川の回答を告げ意見を求めた。西郷は面今しめ会場を戦争回避の条件とすれば交渉は不可能であり武力で正当する必要があるが長州を武力で正当するには 半年か一年の年月が必要となると答えた。さらに西郷は、世の中が動揺している時期でもあり、戦争が長引けば動員した諸行から異論が出ることは、避けられず、そうなれば、幕府の意向に、陰りが出ると言い,い、戦争回避の条件を緩和するよう無心した。西郷の助言は、大げさではなく、まさにこの時、天狗党の乱が京都に近づいており、 徳川義信自らが兵を率いて、迎撃に向かう事態に陥っていた。最後は、後の母親戦争時も、西徳川宗家の幸福条件として、義信の引き渡しを求めた際、山岡鉄州が引き渡しを拒否すると、この時と同様に敵君主の領収を幸福条件から撤回している。実はこれ以前にも、聖長軍と吉川の間で内々に応答があり、 戦争回避の条件として、山口城破却、謝罪文の提出、藩主婦氏と御教の広島出頭を打診していた。吉川は、山口城破却と謝罪文の提出については、了承したが、藩主婦氏の出頭は断固拒否し、御教の引き渡しについても長州藩の顔を立てる、形にするよう、交渉の窓口となった福岡藩主と西郷隆盛へ懇願していた。 総督府と吉川の条件すり合わせの会議の途中、山口の故郷が何者かと一緒に調布に向かったとの情報がもたらされた。広島にいた吉川と総督府は状況把握できず、故郷を連れ去ったのは長州藩士ではなく脱藩同士であると推定した。対処に困る成長軍に対し福岡藩士、北岡雄平らは福岡藩士が脱藩同士を説得し、 五教を九州のご飯で預かる案を提示した。上位志士の多い福岡藩士らは、激化する上位派パン同士の説得に自信があった。吉川も五教の引き渡しが、成長軍ではなく、金労色の強い九州諸藩へお移りいただくという形であれば、長州の面目も立つとして同意した。西郷も薩摩藩を代表して、北岡の案を押し、終わり藩が老なる世らも賛成し、 最終的に、清長軍に帯同した幕閣も了承したため、長州の戦争回避のための3条件が確定した。同日、清長軍は、幕府、朝廷へ商法と改戦時期延期を伝えた。戦争回避3条件。編集11月19日、幕府清長軍は、吉川京未記へ、以下の戦争回避の条件を正式に提示した。1、三老身の支給は、 受け取り参謀のやから残首の義も受けたまわり届け行後、京の義も申し出の通無知因か指で騒動かつ右に、不付属の脱藩人の始末も早場や過信達人一、山口の義は、新規集築のことに、不足破却か言うのこと一、先だって、戸川保子三郎より、申し渡し交通等の御主意の趣もきにつけ吉川、剣持をも申し出交謝罪の角は優の公徳とも、 なお大前不死をそれ入りの次第事犯の書面をもつ早々か押しでこう要約すれば、五教の引き渡しと付属の脱藩同士の始末、山口城破却、藩主府市からの謝罪文書の提出であった。出張幕閣や広島に集結していた諸公の中には、軽すぎる処分に不満を持つ者もいたが、終わり、薩摩という二つの大半の指示の前に沈黙せざる、得なかった。 これらの条件について注意すべき点は、最終的な降伏条件ではなく、戦争回避のための条件ということである。この時点では、総督府の誰もが戦後落ち着いた時期にベッドサがあり、長州藩は海域内し減放されると考えていた。西郷流星ですら、長州毛利は東北に数万国で減放すればよいと考えていた。ただ最初から、領土削減を、 戦争回避の条件として持ち出すと、短期間での打結が不可能となるため、この時は、総督府側はあえて原法に言及せず、吉川も一切触れなかった。福岡、薩摩藩への命令、編集11月20日、総督府は、福岡、熊本、久留米、薩摩、佐賀の御藩に、長州より御協を受け取り、分散して預かるよう命令を下す。 また五京の長州からの受け取り及び各藩への分、そうは福岡藩が行うこと、さらに実行の際は五藩がよく相談して行い、必要な場合は兵力をもって強行することを命じた。合藩同士については、福岡藩に便宜の両家か比という曖昧な命令を出し一任した。これにより五京九州業についての承知は、内戦回避に積極的な姿勢を見せる。 福岡藩と薩摩藩がイニシアチブを取ることとなった。同時に九州を所管する聖長軍副総督越前藩主松平重明へ五郷受領は聖長軍の処分事務外なので五藩が五郷受け取りの際に長州と武力衝突を起こしても小倉に参集させた諸藩の軍勢を動かしてはならないと命じた。聖長軍として 長州と先端を開くのを嫌ったための承知と思われるが、松平重明はご教授領の際に戦闘に至った場合、副総督の責任として傍観できないと反発した。総督府は松平重明により返し、時期に応じさらに指揮するところあるべしという曖昧な返答を出した。九州諸般に戦争条件の条件が伝わると、広島と同じく軽すぎると反発が出た。総督府は、 九州諸藩と副総督、松平重明を説得するため小倉へ、西郷隆盛を派遣した。馬官会所、編集同日、長府藩がハニエ使者を送り、五教都所隊の動向を知らせ、長州藩政府へ、事後作の指示を依頼した。馬官は、長府藩領であるが、長州藩は、複数の会所を設置し、長州藩の出張所とし、馬官総部業を置いていた。要は、 馬漢の会所は、長州藩の飛び地のような存在で、上位実行に備えて、会所内には、多数の武器、金品、両末が保管しされていた。初代が馬漢の会所の武器を奪うことを恐れた萩藩政府は、会所の武器を回収し、萩に改装するよう命じた。しかし、馬漢総武業である根ゴロカズは、成長軍が眼全にあることもあり、 気球の事態の際の瓶を考慮して、萩には送らず、武器は、長婦藩内へ移した。この処置は、初代は長婦、新末の領子藩を頼りにしており、長州藩の領分である馬関の解消は襲撃できても、長婦藩を攻撃することはできないだろうという考えからである。また、長婦藩がいくら初代に同情的であっても、総藩である、長州本藩から預けられた武器を初代に渡すことは、 できないと考えたからであった。高杉の帰還決意、編集また当日、野村望む東にのもとに潜伏していた高杉は、月型先祖より、長州正義派の過労が切腹された旨の手紙を受け取る。高杉は即座に、長州へ帰還し俗論派を打倒することを決意する。しかし多数の患者や、政党軍に囲まれる長州への帰還は、困難を極めた。 月形らが帰国の世話をし、高杉は町人に変装して帰国することとなる。高杉をかくまっていた家主の持ち東には、変装の衣服の用意を徹夜で行い、以下の歌を添えて送り出した。真心を、つくしの絹は、国のため立ち帰るべき頃も手にせよ高杉は、この心遣いに感激し、後に、野村望む東にが、木のと牛の獄において、高杉ら脱藩同士をかくまった罪で、 姫島へ、流刑になった際は人を使わして奪還している。またその後に病に倒れた高杉を管理をし、最後を見取ったのは、持東山であった。11月22日、反政府は、初対陳貸雇用係として、杉孫七郎を調布に派遣した。杉は、若干の金銭を初対に与えたが、五郷の蓄前退去を要求すると初対は激怒し、拒否した。 11月23日、オクラに滞在する西郷は、五郷とその周辺の動向を観察し、五郷を守護するのは、脱藩老士のみではなく、書体も含まれることや、オクラに参集した諸校が疲弊していることなどを、把握した。西郷は、九州諸藩ともたびたび衆議を行い、五郷の長布退去について、方策を話し合った。その結果、福岡藩による説得を第一とし、 説得が決裂した場合にのみ、武力行使をして五教を奪還することが決められた。11月25日、藩政府は、次の森春川を調布へ派遣し、再度判明として、四九五教を畜前に移送すべきことを伝えるも、初体は再び拒否した。四半藩主の萩行、編集同日、毛利元衆の聖主と、新末藩主毛利元淳が五教に拝越した。五教は、 師範藩主らに正義派をかばうよう悟したという。敗越の後、毛利元衆は初代に景虚を包むよう布告し、その後師範藩司から三人は萩へ向かった。この時の師範藩主らは正義派に同情的で、萩行きについても藩主不死へ反省が俗論派に傾きすぎていることを時き、正義派の斜面、復権を求めるためであったとされる。高杉機関。 編集同日、高杉晋作が筑前より馬関へ帰還する。この時、初代幹部は、赤根武人や師範藩主らが、藩政府との調停に失敗した場合に備え、長州各地に派遣された、俗論派に組みする大官を暗殺する計画を立てていた。これを聞いた高杉は、兵力が分散することや全員一致しての決起にならないこと。 さらに暗殺という古息な手段を取るべきでないとして反対した。そして高杉は事態を傍観すれば書体からの脱走が増加し自然解体の恐れがあるため書体が一致して即座に拒兵すべきであると書体に問いた。事実この時、俗論派政府は書体の自然解散を目論み初代の家族に圧力をかけていた。調布に駐屯する書代隊員たちは ハギ及びびその他より、親戚ある八人密化に調布切りて、ある張り替えをせつき、ある破父母兄弟再死ゆの状態を、術べ、またハ境を隠して書体に、在ル派を言い切れる畑、人々相互に岐阜をかいくという状況に陥り、多数の大使が脱落した。また書体と行動を共にしている、脱藩同士たちの間にも、上位を捨て幕府教順に傾く長州藩を見限り、 調布を去る者が出るようになっていた。所帯幹部は、高杉の意見を取り入れ暗殺計画を中止したが、市販藩主や赤根竹人らが、萩で政府と交渉をしている最中でもあり、即時拒兵には同意しなかった。同日、高地下府氏は幕府へ教順の意を示すため萩城を出て、天神に撤去した。11月28日、総督府は、尾張藩市。 横井千太郎らを山口に派遣し、山口奉行、内藤にえもんがこれに応対した。横井らの山口行きは戦争回避の条件の認識共有と調布、新末藩の状況確認のための巡回を目的としていた。調布には、萩藩政府に反抗する書体があり、萩藩政府は横井らを終始終焉でもてなし、山口に止めた。山口に止まった横井らは、 条件の履行について、山口城破客は、屋上の河原を取り除くのみで良い等のアドバイスをして、広島に帰った。福岡藩の説得、編集12月1日、福岡藩市、落ち子平太、新道を登る、北岡雄平が調布の御郷を訪れ、朝廷及び、幕府の命令により、九州のご飯が御郷を、預かるという申し入れをしたが、御郷も所帯も断固拒否した。落ちは、 所帯の様子について、過激やからは、昨今にては髪も伸ばしそうろうて、長さ方を杉岩色は千葉尻氏を血行景色にてと記述した。おちらは、長州復権のためにも力を惜しまないことを御教と、所帯幹部に説いた。さらに直命が出たこと、御教の家族も望んでいること、内戦を回避すべきこと等をしきりに説いて、九州への移動を受け入れるよう迫った。 所帯幹部は、福岡藩の義は、片付けなく思うが、殺族と協力し、成長軍が解かれない現状では、暴力でないか疑ってしまうと率直に言い、主君が朝敵と称せられ、関心が周りを囲んでいる現状において、五教まで去られては、長州を回復することができないと言った。北岡は、所帯幹部の率直さに感動したものの、交渉自体は暗礁に乗り上げてしまい、 説得を諦め、小倉へ帰った。12月3日、今度は、福岡藩の月形先蔵が、高山寺におもき、五教の筆頭、三条耳と面会した。前日諦めた、落ち、北岡はと違い、月形は粘り強く交渉し、五教が九州に渡れば、福岡藩と薩摩藩は五教と長州藩の斜面に、必ず力を尽くすと約束し、 さらに他の条件は履行されていることを伝えた。この日、三条は多少難化した。三条は、世話になった長州藩が正義派、俗論派に分かれない戦寸前であり、これを放置したまま九州へは渡れないと言った。そして長州藩の騒動が収まれば、九州へ行くと言い,い、九州に住居する際も、五人別々ではなく全員、一緒でありたい等の要望も出した。同日、 五郷の従者である中岡慎太郎が小倉に赴き、五郷大道の脱藩同士は五郷の九州行きについて条件付きながら賛成すると伝えた。条件としては長州藩の面目を立てることであり、現状では成長軍の兵位を恐れて五郷を差し出したと形となり面目が保たれない。成長軍開閉後であれば五郷の九州行に賛成することを伝えた。 オくらに滞在していた西郷は、五教の要望と中岡の条件について、総督府と交渉するがまず受け入れられるだろうと語った。西郷は、優柔不断で、朝礼誤解な幕閣や、連度も、士気の低い諸藩の様子を成長軍内で目の当たりにし、幕藩体制の限界を感じていた。また、福岡藩市は、長州の保全と薩摩との和解こそ上位派の、最重要問題と考え、しきりに、 西郷に説いた。さらに本国、薩摩より、長州の斜面に積極的に動くよう判明が出されたようである。この時期を前後して、西後は、長州の原稿について発言しなくなり、逆に、長州の斜面に積極的に発言するようになり、長州内閣戦の阻止についても福岡藩士と協力するようになる。五教と脱藩同士の同意に力を得た月型は、 残る書体を説得するため、萩藩政府と書体との和解の仲介を目指し蓄し、守れを萩に送った。12月5日、長州藩より総督府へ、藩主婦子からの謝罪文書が提出された。同日、長州藩は、薩摩から先月送還された、長州人捕虜に対する厚遇に謝するため、山田重作に金品を持たせて、薩摩藩に派遣した。12月7日、 萩に赴いたちくは、天院にて、藩主夫氏に拝越し、五教の九州行のプロセスを説明した。そして、ちくは、正義派重鎮として、野山国にいた、前田孫ご門、奈良崎や八郎を解放し、書体説得と薩摩藩王説の任につけるよう、申し出た。おそらくこの案は、福岡藩士、西郷、調布の書体が打ち合わせて決めた、五教。 九州域承諾のための条件であったと思われる。毛利隆地下はこれを政府に検討させたが、俗論派は拒否し、畜死の仲裁は不発に終わった。赤根武人の帰還、編集12月8日、赤根武人が、萩より調布に帰還した。赤根武人は、反政府は、五郷が安全に九州へ移った場合、所帯の存続並びに、藩士への取り立てることを約束したと伝え、 初体は、萩藩政府に教順するべきであると提案した。公爵山形有友殿によれば、権限書で求めた、不備強順や、反省改革については、無回答であり、またの山国に収容された、正義派公官についても回答なかったため、談判は失敗とみなされたようである。赤根の談判の内容に満足できなかった、山形ら初体幹部は衆議を行い、 自後作として五教のうちの一人を報じて、萩へ赴き、藩主へ、正義派交換の釈放や、不備教順を直訴する案を検討する。赤根人はこれに反対し、正義派と俗論派の和解を目指す。また独断選考の多い高杉の期待を拒否した。しかし、初代幹部は高杉を歓迎しており、この点において、赤根は無視されたという。傍聴会天使によれば同日。 萩藩政府は、福岡藩の圧戦に謝辞を示すため、福岡藩へ死者を送ったとある。初代大使はこれを知り、月形ら福岡藩氏に、俗論派の死者を暗殺するよう依頼したという。このように正義派の俗論派に対する不信感は拭い、ガタク、五教の九州域は拒否され続け、月形と初代の話し合いは、平行線をたどる。月形は、事態打開のため、の号に、 バカに赴くよう依頼した。上記のように、高山寺挙兵の後に編纂された資料には細部に矛盾があるものの、書体が俗論派、成長軍の説得を受け入れなかったとするものが多い。しかし研究者の中には、複数の書体が両派混同論を受け入れ、反政府に教準したとする者がいる。口述するが残された資料から推察すれば、多くの書体が一度は、 反政府と政長軍の説得を受け入れ標準した可能性が高い。同日、総督府広島本営は諸行の幹部を参集させ、長州の戦争回避の条件履行がスムーズに行われていることを説明した。ただ軽すぎる処分に反発していた越前藩や熊本藩は総督府に戦争回避の条件が履行されているか確認するよう求めた。総督府は 終わり藩士と江戸幕閣を準権使として派遣し、徴州藩内を査察して、条件が履行されているか確認することとした。12月11日、西郷隆盛は小倉を発し、馬鹿に至り、月形及び、初代の長官と防御した後、すぐに小倉に引き返す。この時の、防御とは、初代説得についての相談であり、初代の長官は、赤根武人であるとも、 高杉新作であるとも言われているが、現在まで確定されていない。12月12日、月型はさらに故郷のもとを訪ね、西ごとの防御の内容を伝えた。五郷は、衆議した後、九州行きに同意した。上述の通り防御の内容は不明であるが、三条は月型へ、ごく密談号の県県、遺災儀届公は当たり藩内林の分断鎮静の、 公権勝率大地区藩へ都会の儀礼決定校と書き残しており、赤根らの所体説得が成功しつつあったことを示唆している。またこの時期の小倉在人日記にも、近頃長州のうちにて、騎兵隊の者萩法とご強訓属方とに次に、相分かれとあり、騎兵隊が切り崩されて分裂し、萩藩政府側についた者がいたことを示している。月型は小倉の西号に急死を送り、 五教が九州移送を同意したことを伝え、西郷は月がたい返答の使者を送り、五教に九州移送の日取りを決めるよう求めた。高杉の独創、編集後教退去と初代教順の空気が広まる中、一人高杉のみが信念を変えず俗論派と戦うことを主張した。高杉は俗論派政府を全く信用しておらず、正義派と俗論派の仲介を行う赤根も、 信用しなかった。高杉は、初代の消極姿勢を見て噴劇し、たびたび決起を提案したが初代幹部は拒否した。消極的な初代に豪を煮やした高杉は、少数の賛同者と共に決起し、初代全体をそれに続かせようと格索する。高杉は即時強兵に賛同する、お立て隊率いる大隊地の信、伊藤俊介率いる、力士隊、石川心を率いる、遊撃隊のみで、 高山寺にて拒兵し、馬館にある、長州本藩の会所を占領する計画を立てる。拒兵日は、赤穂浪士のキラテーウ入りと、吉田松陰が、東北遊学のために危険を犯して脱藩した日である12月14日と、定め、高杉らは決起の準備を開始した。拒兵に際して、自らを、死を覚悟して、義のために戦った赤穂浪士や、初めて、 清水の舞台から飛び降りた死の覚悟を拒兵する自らになぞらえていたためと言われている。同日、総督府は吉川に近日中に戦争回避の条件の確認のための準権士が長州に入ることを通告した。先発として、終わり藩士、長谷川隆氏が萩に向かう。その後、幕閣であると、川安愛を筆頭として軍葬した百六十人の大勢が山口を経て、 萩を訪問する予定であった。吉川は、長州内での偶発的な衝突を懸念し、息子を人質とする代わりに淳検士派遣中止を総督府に願い出る。総督府は拒否したが、吉川はなおも食い下がり、軍曹ではなく平服での淳検を混成した。総督府は情報し、淳検士は平服で、長州藩領に入ることとなった。12月13日。 高杉の挙兵計画を聞いた、初対幹部は全員一致して反対し、高杉を止めるため説得を試みた。しかし高杉はあくまで消極的な初対幹部の態度に怒り、自らと一緒に立ち上がるよう逆に演説を行った。高杉は、元が土白将である、赤根竹人に騙されていると言い,い、さらに自分を、毛利三百年来の家臣であり、 赤名ごときと比べられては困ると叫んだ。そして、願わくば、従来の抗議に対して、世に一匹の馬を貸してくれ。世はそれに帰して、萩の君行のもとへ行き直感する。一里を行けば一里の宙を尽くし、二里を行けば二里の儀を尽くすと絶叫した。しかし、下級武士である山形や農講賞味分の諸帯、幹部たちにとって、もう年へ家臣を強調する演説では指揮を鼓舞できず。 結起の賛同者を得ることはできなかった。説得が不調に終わった後、高杉は、高山寺を離れ、馬鹿に赴き、わずかな賛同者と結起の準備を進めた。騎兵隊日記には、高杉は、脱走したと記された。同日、萩へ、正義派復権のために出張していた調布藩が老や、新末藩主森本淳が調布へ帰還した。萩を訪れた、師藩藩主たちは、 藩主不死を握った俗論派から長州本藩の命として五協九州行と初代教順のために働くよう逆に言い渡されていた。帰還した師藩藩主らは藩政府の命により初代へ萩藩政府への教順とも郷の九州行きを説くようになる。またこの頃より五郷も初代に対し内交線を回避するため俗論派へ教順するよう悟すようになる。 頼みの綱とした、調布、新末良藩が陥落したためか、大田一之進と彼の引き入れを立てたいが、直前になって、高杉の決起から脱落した。高杉は大いに怒り、大田を切ると言い,い、大田も一時切腹を考えたが、野村康氏が仲介に入って和解した。このように決起直前、高杉と初代は激しく対立した。しかし彼らは不思議と友情を失わなかった。 所帯幹部は、高杉らの無謀な挙兵を邪魔することはなく、高杉らは、銃器弾薬の準備を整えることができた。また高杉から切るとののしられた大田は提発して、謝罪し、出陣に際しては、逆だると、漁数を送った。騎兵隊の山形は、高杉の肩印に、以下の歌を書いて、決起の鼻向けとした。谷続き梅崎に蹴り、白帯の雪の山地を行く心地して、 高山寺挙兵、編集12月15日深夜、高杉晋作らは、高山寺にて挙兵した。高杉は、吉田昭尉により、生きている限り、大きな仕事ができると思うなら、いつまででも生きよ。死ぬほどの価値のある場面と思ったら、いつでも死ぬべしと教えられていた。この教えが高杉に、周囲の反対を押し切ってまで無謀な挙兵を、決行させたと言われ、死を覚悟した高杉は、 白石昭一郎の末弟である大場伝七に遺書を託している。高山寺に集結したのは伊藤俊介率いる力士隊と石川心を率いる遊撃隊と義教心から参加した強格のわずか84人だけであった。挙兵結婚日は当初12月14日に定められていたが説得や準備に手間取り翌日にずれ込んでしまった。なおこの日の天候は キラテー打ち入り道記と同じく、下関では珍しい大雪であったとされる。今糸井の正具足を身につけ桃型の兜を首に、下げた格好の高杉は、兵を引き連れ高山寺へ赴き五教への面会を、こうた。五教を報じる脱藩老士がこれを取り継ぎ、新庄から三条耳が現れる。高杉は、三条へ巨兵を告げ出陣の杯きを欲した。 三条耳は霊酒を注いでこれを与えた。高杉は注がれた酒漬を飲み干し、税よりは長州男児の腕前を目にかけもうすべくと挨拶をして立ち上がった。三条は高杉の決起を止めるつもりであったが、話を切り出すタイミングがつかめずそのまま行かせてしまったという。高杉の決起について共に行動した当事者の伊藤博文が後にその詳細を 以下のように語っている。その頃遊撃隊と遊撃隊と唱えて、来島に銃振って京都へ行って帰った残物の集まりがあって、その投了株は今日いる川瀬正隆で、高杉は彼らとだんだん言い合って、とうとう先端を開くということになった。確か12月16日と思っているが、雪が降っていた。我輩はちょっと馬鹿に言いつた。ところで、その晩に、 高橋熊太郎という老人を高杉が使いによこして、今夜ことをあげるからぜひ帰って来いと言うてきた。それから調布へ帰ってみたところが、初体との談判がなかなか困難だ。例の遊撃隊だけは、まとい待つている。川瀬ひとしが皆な高杉に同意をしているから、それだけの人数はあげてやるということになった。君も力士隊を持ているから、一緒にやらう。よろしかろうというので、 我が輩の隊は、甲野寺らという寺の隣の寺であったが、そのところに、見彫りの隊と一緒に置いたのだが、かえって、力士隊の奴等に今夜出るのだから、兵糧の準備などをしろと言いつけておけて、そうして高杉が遊撃隊の方にいるから、そのところへ行って行つた。ところが、騎兵隊等の方では、もう少し待て、共にやらうという論がある。高杉はどうしても待てぬという。 結局その議論がつかぬ。それでも、高杉はああいう流儀の男で、ぜひやらうという。よろしい。そのところで、河瀬や我が輩はよろしい。我々もやらうという論になって、夜半自分であったろう。これから出ようということになって、人揃えをしろということで、そうして、三条さんなどが、高山やまでらに白つていられるから、追いとまごよしようということで、高杉さんとそれから、 川瀬も松原おとぞうも来ていたかと思うが、何でも四五十人で三条さんのところへ追いとまごいに出た。ところが今の宮内大臣をしているどかたと水の単語というごかろを見たようなものがいつた。それらがもう夜半過ぎだから目をスリスリ立てくる。三条さんは眠てござるので大腰妄想ということで、その間に酒を一杯飲まそうと言って、十箱の端に二豆の食残りがある。 それを出して、院でいる中に、三条三が立てこられた。そこで我々は、この俗論を傍観しているわけに参らぬから、兵を挙げて、馬官へ出て、これを取りて、根拠地とし、俗論党と戦うというので、それで追いとまごいを申すというて、追いとまごいをして庭へした,たところが、兵隊が整列している。それで我が輩は、こうやまでらに、追いとまごいに出ようという前に、自分の陣営を行って、 兵糧の準備をしろと言いつけておいたから、入らうとすると、門が閉めてあって入らせぬ。誰であったか一人ないから出てきて大変です。見堀さんが、重機も何も見なな、取り上げて、門外へ一人でも出る奴は切るということですから、お帰りになっては大変でございますという。そうかと言うて、己だけは行くという、大砲が一丁あった。森重健三が、大砲肩で後方から来る。 我々は馬に乗りつて、高杉が総大将だ。そうしたところが、雪が非常にせきている。そのところへ、福田良介が、やつてきて、雪の中に雑で、高杉に交比、今日だけはぜひお泊まりを願いたい。どうもそういうわけにはいかぬと問答をしていると、森重が、後方から総督お進みになったらよからうと、大きな声を出した。そのはずみにずっと先へ出てしまいつた。 そうして、何でも三十人か四十人いつだろうか、我が輩の力士隊の八つ等へ柿を、投下して、忍んで出で、我が輩等に追いつけたのが、十五十六人もいつだろう。夫から、夜の未明に、馬鹿に行った。山形有友公記念事業会、1933年、高杉の決起を事前に察知した調布藩は、困惑していた。拒兵した、高杉らが目指すのは、 調布藩内の長州藩下の関新地会所である。高山寺から馬館へは、調布藩領を通行することとなる。調布藩の毛利元修らはおおむね正義派に、同情的であったが、正義派、俗論派の争いは、長州本藩の騒動であり、またこの時期萩に赴いた、調布、新松領師藩藩主は、萩藩政府により、五教の九州行きと、 諸帯教順のために働くことを命じられていた。そんな中、長州本藩に反旗を翻す高杉らの領内通行を認めることはできなかった。長府藩は高杉の元へ過労を送り、挙兵中止を要請し、長府藩領は通行不可であると伝える。これを聞いた高杉は最初激怒したが、長州主藩である長府藩の立場を考慮し、新地会所へは船で向かうと、 過労に告げたただし実際は、船は使われず、高杉と決起軍は、調布藩領を陸路で通過した。調布藩側はこれらの動きについて察知したが、妨害しなかった。高杉らは故郷に、決死の覚悟を伝え決起した。しかしこの15日、萩より帰還した調布藩主毛利元就州は、萩政府の命で故郷と所帯へ、九州域を承認し、世帯へ、 萩藩政府へ教順するよう言いさとした。そしてご今も本日より十日の猶予をもって九州へ移動することを約束した書状を月型へ渡した。またご今は十日の猶予の間に一人二人が萩に赴き藩主不死に別れの挨拶をすることを月型に伝えた。これまで親身に付き従ってくれた書体に報いるため最後に藩主と面会し正義派の復権を求めるためで あったとされる。同日、福岡藩士、北岡雄平は、萩の天順院を訪れ、野山国に繋がれた、正義派公館の前田奈良崎の罪を許し、重役へ投用するよう再び請願した。また、同日、総督府準検士の先発、尾張藩士、長谷川隆が萩に到着した。12月16日、高杉らは、馬藩新地へ到着し会所を襲撃した。 高杉らは、会所襲撃は、食料金銭を取れればよく、人を殺すのは悪いと考え空砲を打った。馬漢総武行の根頃新助らもすぐに降伏し、会所は、遊撃隊が占拠した。遊撃隊大使は根頃に、俗論派とみなす役人を引き渡すよう強く求めた。根頃が引き渡した際の処置を尋ねると、残首して、晒し首にすると行きまく。根ゴは、海を隔てて、 成長軍と対峙している時に、内輪もめをする場合ではないと遊撃隊隊員を、出席して下がらせ、役人には、萩へ帰還するよう言った。役人は、萩への道中に暗殺されるかもしれず、会所に泊まりたいと言った。根頃は、先ほどの遊撃隊大使を呼び寄せ、役人は、カゴで萩まで送るが暗殺しないよう言い聞かせ、大使は決して暗殺はしないと約束し、 その通りになった。流血は避けられたものの、会所襲撃を察知した調布藩が、事前に密告をした後であり、会所側はすでに金国を移動させていた。会所に金を当てにしていて、軍資金がない高杉らに同情した、根ゴロシは、幾ばくかの金銭を与えたが、80人以上の、自民の経費を賄うことはできなかった。そのため、伊藤俊介が、高杉と親しい馬鹿の合唱。 入江は桜の元を走り回り2000両の大金を借り出した。他にも馬艦周辺の住民は決起した。高杉らに好意的で120人ほどの志願兵が馬艦会所に来たという。そしてその後も志願兵は増える一方であったという。会所を掌握した後、高杉は18名からなる決死隊を組織し、三田尻の海軍局に向かい、 平心丸など軍艦三隻を奪取しようとした。決死隊は三班各六人に分かれ、三隻の軍艦に乗り付けた。高杉は決起を告げ、俗論派政府打倒のため立ち上がることを迫った。この後の経緯は不明な部分があるが、12月26日前後には説得が功を奏し、長州海軍の三隻はすべて正義派の霊下となった。このように高杉は、 高山寺で決起し、馬官の会社並びに海軍局を襲撃したが、どちらも、ほぼ無抵抗で占領を許し死亡者を出さなかった。現場では正義、俗論の両派とも武力衝突による流血を回避した。長谷川の助言、編集同日、萩に滞在していた、総督府準権士である長谷川に、藩主夫氏は死者を送った。長谷川は、初代一部、 五郷九州業の状況を質問し、死者は現状をありのまま述べた。その後、萩に滞在していた福岡藩士の北岡からも長谷川に面会した。北岡は、初対沈静に手を焼いていることをありのまま長谷川に伝えた。萩藩政府と北岡の報告を聞いた長谷川は起源を、そこね、形成が、そのようであれば総督府に報告し、準権を中止すべきと発言した。 長谷川は、長州藩が、初代陳部できないのであれば、終わり判定を用いて、初代を打つと言った。この強硬な発言が、総督の意向を含んだものかは不明である。しかし、萩藩政府は準犬士の発言を総督府の意向と、重く受け止め、それまでの説得による、初代陳部を改め、武力行使による、初代政党方針に転換することとなる。 伊佐への移動と五郷派議行、編集12月17日、この日、月型は、初代から五郷都会の承諾を得るに至った。騎兵隊総督たる、赤根武人、筑前正義派と呼び身打ち扱いしていた、福岡藩城医師氏中場君主と仰ぎながら、九州域を決めた五郷最後の頼みの綱とした、調布、新末藩藩主らの説得を受け、 初代はついに反政府へ強巡したようである。強巡した初代は決起した高杉との混同を避けるため、長布藩領を出て、長州本藩領である伊佐に撤退した。騎兵隊軍艦の山形有友は少し遅れて初代に続いた。遅れた理由は時勢を悲観して啓発したためと言われ、これより後山形は元京と名乗る。ただし伊佐に移った後も、 山形ら初代幹部は、高杉や遊撃隊と連絡を取り合ったという。説得を受け入れず、調布に残留したのは、馬官の高杉ら遊撃隊と、決起を直前に断念し一時は、切腹を考えた、大田一之進率いるお立隊のみである。お立隊は、高山でらへおもむきご協を守護するようになる。ただし公爵、山形有友殿によると、初代の伊佐駅は、三条耳。 三条西末友が別れの挨拶のため萩へ行く、際の護衛のためであり、書体が強順したという記述はない。それどころか、この萩行は三条を通じて野山国の正義派交換の釈放、武尾教順を藩主へ直訴することを目的としていたとされる。他にも、公釈山形有友殿には、書体が遺罪移った理由は、高杉新作挙兵に応え、萩へ進撃して、 反政府軍と戦うためであるとする記述もある。さらに両派混同論を解くアカは、萩行へ同行せず、馬鹿に赴き、高杉に従い残留していた、遊撃隊の説得を続けたという。この点も資料によって矛盾があり、どちらが正しいか不明である。同日、萩藩政府は、先日の準見士、長谷川の強行発言を受けて、藩主不死の上書として、書体、 脱藩領士政党の胸をしたためた書状を吉川を通じて総督府に提出し、萩藩政府は初対追悼部隊の編成のため、萩在住の藩士に招集をかけた。講師淳南11列車、編集12月18日、萩藩政府は、渡辺倉田、奈良崎八,八郎、山田又助山戸国之助、前田孫ご門松島つよ 毛利のボルジンの正義派重鎮7人を捕らえ、野山国に送った。傍聴会天使によれば、7人の補修は準権士、長谷川の世を組んだものと言われ、萩藩政府は、長谷川の助言に従い7人を殺害する意図であった。萩に滞留していた北尾からは、俗論派の強硬姿勢に驚き、長谷川や萩藩政府に7人の除名を嘆願したが、聞き入られなかった。 北岡は小倉にいた西郷へ気球を知らせる球種を送るとともに岩国にへ向かった。吉川を通じて7人の除名嘆願をするためであった。後に小倉にて球種から事情を聞いた西郷は即座に岩国に向かった。他にも小倉にいましていた和井や菊地加藤師匠らが状況確認のために総督府広島本営へ向かった。12月19日。 萩藩政府は、野山国に捉えていた、渡辺倉田、奈良崎八郎、山田又助、大和山国之助、前田孫右衛門、松島剛吉毛利のボル人の正義派公館7名を切腹もしくは残首した。公爵、山形有友殿によると、この処置は、初代の萩接近と、高杉挙兵の方が萩に達し、俗論派は、初代が萩へ到着すれば、 野山国を破り正義派交換を奪還する者と考え殺害したとする。萩藩政府は二教に急死を送り、伊佐にて急死と面会した二教は、萩行きを断念し、調布に引き返したが、初代は正義派の処刑を聞き月行し、伊佐に止まることを決めたという。また俗論派は領民に対し、初代への支援を禁止する布告を出したが、領民はおおむね正義派を支持しており、 所帯の宿泊する家屋や妊婦、食料などの提供を積極的に行ったという。これも、常実の通り、傍聴回転指等の資料において7人の殺害については準検し、派生側の意向が強く働いたという記述があり、矛盾が生じている。どちらが正しいかは不明であるが、他資料にはいさに7人殺害の風文が届いたのは23日という記述もある。 山口城破却確認、編集同日、幕府の巡検士、石川光明、戸川康成が山口城破却の状況を確認した。山口は城ではなく館であり、破却の仕方も屋根瓦十数枚を落としただけであったが、巡検士はこれを問題なしとして了承した。12月20日、傍聴会天使によると、七人の処刑を知らない北岡は、 岩国の吉川のもとを訪れ正義派の除名嘆願を行った。西郷も駆けつけてきて、吉川に正義派の除名嘆願と軍事衝突を起こさないように萩藩政府を説得するよう求めた。吉川は二人の言葉を入れて正義派の除名を約束したが、会議の途中、萩より休止が来て、すでに七人が処刑されたことを告げた。西郷らは、愕然とした風体であったと。 吉川は書き残している。北岡は、長谷川に、初代の陳部について相談したことを話し、七人の処置は、長谷川の発案に違いないと言った。西郷は、武力衝突の生じないよう調整してきたことがすべて無駄になったと言い、長谷川を準検士にした、総督府の失敗であると言った。反主不死撤去確認、編集同日、準検士の本体、石川、 戸川らが萩に入る。同日、萩へをもこうとする伊佐の二郷のもとに、俗論派政府の使者が来て、萩き中止をこう。二郷は、萩きを断念し、藩主への挨拶として、中岡慎太郎を萩へ使わすこととした。また萩に幕府法が来ており、初代が萩に迫る場合、兵力をもって、これを拒むの備えありと伝える。12月21日、萩に至った。 準犬氏石川が毛利藩主夫氏の撤去状況を確認し、条件履行は問題ない旨を確認し、翌日萩を出発する。長谷川も23日に萩を出発し、準犬氏は長州が戦争回避条件を満たしていることを確認した上で長州を去った。十二月十三日、総督府は諸藩に対し、三条耳市五人、当月十五日日までに、 松平美の守るへ、引き渡し校手順に運び高徳とも付属の棒と、不服の者も、優の校付兵士さ向き及び説得その次第によりかれ、等だ取り耳しそうそう引き渡し胸大前より、愛届けをつ付ため、心得正立ち工事と伝え、残された五教の都会についても、履行の目処が立ったことを周知した。和解の助言と俗論派の効果、編集同日、 広島総督府で状況を確認した和解や菊池が岩国に急行し、吉川と面会した。和解は、初対鎮圧に兵力を用いれば、御教育総務困難になることが予想されるため、初対追悼部隊編成を取りやめるよう求めた。また、武力の不使用は、長谷川より上席である総督府名代、なるせただえも同意していると伝えた。吉川は、兵力の使用は、 長谷川の発案であり、終わり藩からの助言に矛盾があることを指摘した。吉川は、近日中に、長谷川も岩国を通り、広島へ帰還するため、和解に、岩国に泊まってもらい、どちらが正しいか確認してほしいと言った。和解はすぐに、京都へ行かねばならず滞在は困難と答えた。吉川は和解に対し、長州藩は謹慎中であるため武力を用いるのは良くないと言った。 しかし、萩藩政府は追い詰められた高杉ら遊撃隊が競争して、小倉の成長軍を攻撃した場合を心配している。萩藩政府の統制を離れているとはいえ、長州人の部隊が成長軍に攻撃を仕掛ければ、長州内交戦どころではなく、本当の長州政党が始まることになる。現在の萩藩政府ではこれを最も恐れており、初対追悼の意思は固いと伝えた。 同日、伊佐より二教の使いとして、中岡慎太郎が萩へ赴き、藩主不死へ、別れの挨拶をした。この際に、中岡は、膨大な初対追悼軍が準備されつつあるのを、目撃している。追悼軍の規模は、一般的に二千人と言われている。12月24日、調布に残留していた、大田一之進と、野村和作は、馬漢の高杉晋作。 伊藤俊介の元を訪れ、総督府広島本営に赴き、愛願書を提出し、切腹して陳謝して、藩主の赦面を求めたいと語った。高杉と伊藤は無駄字になるとして止め、大太郎は助言を受け入れ、馬関在住の総督府使者や愛願書を提出するのみにとどめた。初対陳政部対決成、編集12月25日、藩政府は決起した。 高杉らの追悼を決め、毛利仙次郎を初代鎮静総武行に任命した。だが、この鎮静部隊編成には、俗論派政府内で激論があった。俗論派内の強硬派は、全初代の追悼と厳罰を主張する。しかし大多数の意見は、決起した遊撃隊のみを追悼し、処罰についても死亡者のみに止めるものであった。最終的に俗論派政府は、馬鹿にて決起した。 高杉ら遊撃隊のみを追悼することとする議案を藩主へ提出した。しかしこの追悼についても議案を見た藩主高近が一読の後にこれを鎮静に改めさせた。創成公と呼ばれた高近が議案を自ら変更することは非常に稀であった。清水聖太郎を切腹、編集同日、清水聖太郎が切腹に処された。清水聖太郎は最後に残った。 正義派か老格であり、彼の死により、正義派交換はなくなった。また同日、月形先蔵は、高杉晋作と面会した。月形は五教を引き渡せば、萩政府と掛け合い決起の罪を軽くする、要交渉する胸を説いた。成長軍海平令、編集12月27日、成長軍はついに海平令を発し、長州政党は終了した。ただし、 九州五藩の軍病は、五教授領が終了するまで残留することとした。同日、高杉は、吉富村の吉富東米へ、密書を持たせ、密書を派遣した。密書には、井上文太は、拙者新の地期に、御座公書この不死遊兵飛行ことにもって、遺憾のことに、御座公何とぞして脱走松室公主団ともは、無御座なりとあり、負傷して、俗論派に遊兵されていた。 井上文太の奪還を依頼していた。さらに、少々金入用に、魚座交渉なかなか金を出し校舎も少なく、困窮思考官老経験しかものご中誠のこと、四五百両も、おめぐま非加工とあり、同時に献金を依頼していた。クーデターの最中であり、事態が切迫していたためか、高杉は未死に対し、もし吉富が怪しい素振りを見せたり協力を断った、場合は即座に視察するよう命じていた。 吉富はその場で協力を約束し、献金に応じた。吉富はそれだけではなく自ら近隣の住民に呼びかけ、書体への直接参加の準備を始める。同日、に京が、伊佐より、高山寺へ帰還した。12月28日、お立て隊が調布を引き払い、伊佐の書体の下へ向かった。先に愛願書を出したことから推定すると、大田一之進も、 反政府に教順したようである。これにより馬眼の高すぎら遊撃隊は、全くの古軍となる。この後、五教の下へ、長州藩より国別士として、根頃和佐が来訪して配越し、都会を促す。初対解散令、編集同日、遊撃隊鎮西軍が初対へ出発した。反政府軍は、遺産、初対は、反政府軍の命令を拒否し、初対は、 萩に赴き陳情を行う用意があり、逆に鎮西部隊が道を開けるべきだと回答した。藩の命令を拒否する諸隊を怪しんだ、鎮西軍は死者を送り、諸隊に武器を返納し解散するよう命じた。公爵、山形有友伝によると、この時、伊佐の諸隊幹部は、再度衆議を行い、馬官の高杉晋作に同調して決起することを決めたという。ただし山形は、 即座の戦闘開始に反対し、反政府へ所帯を武装解除すると偽り、武装解除する見返りとして、所帯がたびたび提出していた、武備標準の憲白書を承認するよう反政府に要求することを決めた。もちろん実際は武装解除せず、憲白書が受け入れられなかった場合は、反政府軍と先端を開く決意をしていたという。また、所帯幹部は、 反の死者に対して一度にすべての隊の武装解除を行うと動揺が大きいため、順次武装解除を進め1月3日までに所帯を解散することを伝え、3日までに提出中の憲白書への回答を行うよう伝言した。所帯側の資料には解体を了承したため、死者は笑顔で帰ったとの記述がある。ただし、反政府側の資料には、復命した使者は、所帯の顔には、 土器があり不穏な空気であったと記述がある。所帯が俗論派の反政府に教授にして、伊佐に移った17日以降、二教の棄行拒否、鎮静のための大軍派遣、七人の正義派交換の処刑、最後の正義派画廊の切腹、また、時期不明なれども棄にいましていた南炎隊が逃亡して、伊佐の所帯と合流するなど、正義派にとって、ボルテージの上がる出来事が頻発したのは、 間違いなく、複数の資料にある通り書大会解散の命令の出た12月28日に、高杉と共に立ち上がることを決心したのは事実と思われる。12月29日、成長軍総督府は、吉川県物へ、正式に解放令を伝えた。戸川ら総督府内の幕臣が広島を離れ、江戸へ帰国する。同日、再び根頃が故郷に廃越し、都会を促す。 同日、長府藩三好新三は、藩政府に対し、お立て隊が、高山寺を離れ、初隊と合流したことを報告した。また遊撃隊を追悼する際は、騎兵隊が、在陣している、峰街道を通るべきでないことを合わせて報告している。赤根武人、編集源氏2年1月1日、公爵、山形有友伝によると、赤根武人は、馬鹿に手頭を尋ね、 両派混同論を解き、さらに、高杉を罵倒する。伊藤は、赤根と別れた後、ことの天末を共に、馬鹿にた、遊撃隊に話した。遊撃隊は大いに起こり、赤根を探そうとするが、危険を察した赤根は即座に逃げ出し、翌日には、九州へ渡ったという。上日のように、後に出世した高山寺挙兵参加者の多くが、赤根人は、 俗論派に組みした裏切り者であると証言している。しかし、赤根武人はこれらの証言と当時の資料の間に矛盾がある人物でもある。一時的にであれ、書体が俗論派へ標準した事実をことするため、赤根武人のみが俗論派に組みし、赤根のみが書体の足を引っ張ったとし、正義派は、鉄道鉄尾正義であったとするために、故意に、赤根をスケープゴートとして、 資料の改ざんが行われたとする研究者もいる。同日、反政府軍により、伊佐の所帯へ死者が来て、近日までの武装解除を重ねて命令した。伊崎会所襲撃、編集1月2日、高杉は、内感激という文章を起草し、兵を進め、伊崎の会所を襲撃し、禁国を奪った。この行動は、先日の正義派交換処刑を聞いた高杉が起こった。 ダメとも、三日に予定されていた、伊佐書隊の決起の先駆けとも言われている。また高杉はこの時の、内感激を、山形有友へ渡す、よう、白石昭一郎へ依頼している。同日、遊撃隊の参謀、前原一世が書隊を訪問する。また同日、吉川の使者が、大阪摩藩邸を訪れ、薩摩藩の協力に社員を示し、さらなる斜面圧線を要請する。 さらに同日、小倉総督府は、長府藩家老へ、開閉の胸を授ける。1月3日、憲白書回答の約束の期限になっても、藩からの死者は来なかった。磯野山形は、藩政府内の混乱を考慮して、さらに1日の猶予を所帯幹部へ混成し、承認されたという。1月4日、成長軍総督、徳川義勝が広島を離れ帰国の途につく。 江戸の幕閣は、総督府の徴収処分が寛大すぎるとして、死者を送り、毛利藩主府氏の江戸後僧、五教の江戸後僧、江戸より、指示あるまで軍病を引き上げないことを求めたが、すでに海兵令が出た後だった。吉勝は、毛利処分については、江戸幕府より従軍した幕閣らとも相談した、ものであり、 また今回の出生については総督である自分に全権が委任されていると言って取り合わなかった。しかし、江戸幕府はこの後も必要に使者を送り、吉勝自ら江戸に登り、状況を報告するよう求めた。吉勝は困惑し、江戸へ向かおうとするが、京都に入ったところで朝廷が退去を命じた。さらに朝廷は、聖遺体将軍徳川家持の上落の内命を下し、 江戸幕府が、その対応に追われるうちに吉勝の江戸行きは、うやむやになった。江戸の戦い、編集1月5日、初代はあまる1日待機したが、やはり藩からの使者は来なかった。ここに至る山形も戦争を決意した。まず初代は、戦を競争を起草し、江戸にたむろしている、藩政府軍の司令官であるあわやい送付することにした。内容は、 俗論派が多数の正義派を残殺、投獄したことを批判し、反政府を扇動したとして、無くなし党だ、岡本吉之野心、中川上門だ俗論派の主要メンバーと戦争するというものであり、あわやら政府軍に恨みはないので、反政府軍の参謀であり、俗論派の代表格でもある、岡本吉之野心を引き渡して撤退し、今後は、徴収挽回のために力を貸してほしいという、 内容である。諸隊のうち、騎兵隊の一部、南炎隊、八幡隊の200人が、秘密裏に、反政府前軍の田室する、江戸へ行進した。江戸の反政府軍の軍勢は1000人と伝えられる。1月6日夜、諸隊は、江戸に到着すると、中村義之助が、反政府軍人に馬を馳せた。中村は、石膏板書を通過したが、追加されなかった。そこで直に、 あわや縦脇の本営に赴き、戦所を投じた。中村が起陣した後、合図の大砲を打ち返せんした。初代は翌日未明までに、反政府前軍を破り、江戸を占領した。騎兵隊の一部は、江戸の外周を守備し、明らげ本隊からの援軍に備えていた。そこに、反政府軍の将、在馬新三郎が数十人を率いてきた。初代が、訓行の命を放せず、 かかる乱暴に及ぶは、何事ぞやと叫ぶと、在馬は、騎兵隊の竹本多聞が守備していた陣に突撃した。竹本は在馬を射殺させ、残る敵部隊を改装させた。この際、在馬の懐を改めたところ、俗論派反政府が、藩主不死の許諾を得ずに、正義派交換を処刑したという書状が出てきたという、徴収藩の法律として、 藩士の処刑には必ず藩主の許しが必要であり、この文書は俗論派戦王の証拠とされた。以上が広く伝わる初体決起の状況であるが、資料によって多くの矛盾がある。例えば初体決起のあった6日に、高杉が山形大太郎へ手紙を送っている。内容は、新兵を変遷と発せば努めて、門伐の周兵をためしばらく貴重なもの者を除のが一生。 不問棒を厚くして、戦後抑者を募りその兵を爆するや懲罰を、厳命にせば、盾へ、強権ぶらいの都といえどもこれが用をなさざるという、ことなしとあり、さらに、よくうんじたたなれともいさ災いは、別死にてご承知した被害をかとするの諸君は即に、奇跡をたまえなままたぎすることあらんとすと続く。先端を開いた、当日の初体へ、神具グ編成等のために、馬鹿へ赴もむく。 要依頼する内容であり、長州内郊戦の最初の武力衝突となった江戸の戦いの際、馬漢の高杉と伊佐の諸隊が連携しておらず、高杉は諸隊が先端を切る日取りすら知らなかったことを示している。実は正確な日付は不明だが、江戸の戦いの直前、萩野隊が反政府へ基準する気配があった。山形らは萩野隊に対して立場を明確にし、 反政府へ投降する場合はいざを引き払うよう迫った。萩野隊は、初隊が、反政府軍と先端を開いた場合、萩野隊は、中立を保つと返答した。そしてその後すぐ初隊の陣から脱走し、萩野隊は、反政府軍へ投降、鎮西軍に合流してしまった。また当初予定していた3日の海戦がずれ込んだことや、初隊600人のうちに百0 0人しか江戸の戦いに、 参加しなかったことは、小木の隊以外の諸隊も改戦に消極的であったことを示している。すなわち、日本近代史のターニングポイントであるこう、山寺拒兵の実際の武力衝突は、諸隊の自然解散が、完全に迫り危機感を抱いた、騎兵隊、山形有友、南炎隊総督佐々木男なり、八幡隊総督、赤川慶三ら強硬派の200人が、 相対昇格である高杉に伝える、猶予のないほど切迫した状況の中、半ば衝動的に始めた可能性がある。高杉にしても、軍艦を手放さずにいたところから、具合が悪ければ九州は、爆軍で溢れているため上海へという目算を立てていた可能性がある。また在馬が持っていたという文書についても、銀書であるという証言がある。大田の戦い、編集1月7日。 山形ら諸代幹部は前日入手した、在馬の書状を諸代に広く知らしめた。諸代大使は、俗論派の応暴を知り月光し、大いに式が上がったという。これ以降、伊佐の諸代は一致しての行動を取るようになる。同日、伊佐の諸代のもとに鎮西軍からの使者が来た。反政府軍は、未だ諸代の決起を把握できておらず、江戸での戦闘は脱走した。 所帯大使による騒動だと誤認し、伊佐の所帯本営に使者を送り、脱走した隊員を鎮圧することを求めた。所帯は、衆議の後、明らの藩政府軍へ、戦書を持たせた使者を送った。その伝言は、所帯は、君足早清しのために戦を開いた。諸君は、上司のゆえをもって、これが罪を問わぬのである。よって即に帰りて、この胸を、 我が訓行に上進されたい。しかし本堂は、初代の更進するところ、後感動より、基とにつくべしという挑発的なものであった。その後初代は、大田一の神、小井清の神らにお立てたい文体を与え、補給路確保のため、小郡まで南下させた。小郡では、桜井新兵、佐藤新右衛門、北川聖介、秋元新蔵らが決起に加わる。また、 お郡の少屋たちは、多額の金銭や大量の食料、それを運ぶ人婦として1000人以上の人員を提供し、初代は補給路の確保に成功した。残存初代は、江戸を占領したが防御に向かない地形であり数でも、劣勢のため放棄して南進し、大田川流域の大田に出た。東伐軍は、秋吉台と権元山さんの間を通じる本堂の大田街道。 権ン三島園を流れる大田川沿いの谷間道を南下すると予測した初帯は本堂には、八幡大、幼鳥大、本堂左は、南縁大、本堂左の高台にある飛びの巣は、お立て隊を、狭い川上口は、騎兵隊を、本堂と川上口が合流する大田館城に、本陣を置き、V 路城に陣地を形成した。1月8日、馬館の白石昭一郎の下へ、 江戸の戦いの一報がもたらされる。ただし、商法はなかったようで、高杉らは、白石邸に集まり今後の動向を周議するのみで、あった。1月9日、小合を占拠したお立隊分隊は、さらに部隊を分けて、小前井正之助に統率させ、山口へ派遣した。山口に現れたお立隊の下に、吉富東兵衛、杉山幸太郎らが仲間を語らい続々と集結する。 特に吉富は高杉から決起を聞いていたため事前に準備を進めており、200人の仲間を連れてお立て隊に参加した。また吉富は小前へ高杉から井上文太奪還を依頼されていたことを告げる。小前人氏は衆議し、高位の藩士でもある井上文太を奪還し、文太総督とすることを決める。義富は井上文太の兄、 井上公園と共に、負傷して、俗論派の監視下にあった親類をの井上文太を、その日のうちに奪還した。1月10日、午前10時頃より大谷夫人する所帯400人に、対し、反政府軍が攻勢をかける。反政府軍は本堂を攻めつつ、主力を川上口に回した。騎兵隊の指揮官だった三好重臣は、敵の吸収に支えられず退却したが、 本営の近霊者にいた総大将の山形らは、自ら狙撃隊を連れて、V 路上の真ん中にある竹藪の中を進み、左翼より敵を狙撃させた。山形は、川上口を支えるように幻名を下すと、騎兵隊の別隊長である、湯浅昭之助の隊を横撃させた。湯浅隊は、大高井道右側の小山を駆け降りて、敵の側面より攻撃し撃退した。この際に、 鳥横屋田、山田宝介の両五長が活躍を見せた。午後4時頃、反政府軍は、総崩れとなり退却した。同日、山口のお立て隊分隊の下へ、田治比、吉木、門殿、朝倉、三田尻等より、歌詞、新官、僧侶、農兵らの志願兵が続々と集結する。お立て隊分隊は、井上文太を総監とし大鳥城軍となお、 改めて農兵らを吸収して、本人を常栄寺に移した。この処置は、正式な藩士を担がずに、農民らが集まって武装すると、一気とみなされ罪に問われるためとされる。高杉合流、編集1月11日、大田へ、再び藩政府軍が退去して襲来するも、初代はこれを防いだ。同日、馬官にいた高杉と遊撃隊のもとに1月6日の、 勝利の称号がもたらされる。高杉や伊藤らは、初代が立ち上がり、なおかつ勝利したことを非常に喜び、馬鹿に展開していた、遊撃隊、力士隊をいさえ進め初代と合流することを決意する。高杉は山形への変身書簡の端に、以下の強化を書き添えた。わしとお前は、焼山カツラは切れても根は切れぬ1月12日、成長軍副総督。 松平茂明が小倉を離れ帰国の途に着く。1月14日、本堂のどん水峠で午前10時より午後2時に渡る大規模な戦闘となるも、初隊は反政府軍の撃退に成功する。同日、高杉らが合流し初隊の士気は大いに上がった。山形は兵力が過小であるためこれ以上の追撃に反対したが、高杉は決戦を主張した。最終的に、 高杉の案が受け入れられ、赤村にある阿波や引きる全軍本営を野衆することに決まる。五教九州行、編集同日、三条耳一家五教が馬官より都会した。馬官に残存していた初代の留守部隊とそれを統括した伊藤俊介は五教の都会を邪魔しなかった。五教を止めなかった理由について、状況が不透明であり、初代幹部としても挙兵成功を確約できず、 一万一致の際は五教へ多大な迷惑をかける可能性があったため、あえて五教自らの判断に任せたためと言われる。五教の輸送は、萩藩政府役人と、長布藩が実行した。ただし五教の長布滞流を強く願っていた高杉は、後に、これを聞いて、大いに怒り、深酒して、以下のように心境を歌った。死をもって、遠藤女モースを、 エンノボルマリナされ、長戸国にも武士もある赤村の戦い、編集1月16日、高杉人氏は遊撃隊を率いて街道沿いに進み、山形は騎兵隊、お立て隊を率いて江戸方面より進んだ。そして、阿波やの全軍が婦人する赤村を攻撃しこれを大いに破り、秋吉台周辺より敵を撃退した。阿波やは退却し明木の本軍と合流した。 この後、高杉は諸体に向かって、明木の討伐軍本営をつくべきと主張したが、狭い参道を進むよりも山口に向かおうとした。山形は、大田、福田キャンダイラ、堀信五郎を集めて、もし諸君が明木に進軍するつもりならば私も異論は、な、いが、それならば、私を先方にしてもらいたいと発言した。高杉は、明木への進撃を撤回した。大田、江戸を、 赤村の戦いは、現氏の内乱における最大の激戦であり、戦死者は両軍合わせて40から60名程度となる。人生軍の敗北を知った、俗論派の萩政府は、長州市藩並びに、岩国領の吉川京美起へ援軍を要請する。山口昭和区、編集同日、山口の大鳥状態は、萩から来た探索を捕獲し、さざ波に、 反政府軍の先方隊が少数派遣されたことを知る。衆議の後、ところ幾太郎ら20人前後の招待で襲撃することが決まる。ところらは、サザナミ口にいた万兵を射殺し、先方隊が駐屯していた、サザナミの家屋に向けて発砲すると、サザナミ口の先方隊はすべて逃亡した。この時期、ハギには、正義派にも俗論派にも組みせず、 両派の軍事衝突回避を目指す杉孫七郎ら、中立の長州藩主たちがいた。東高寺に遁集していた彼らは、鎮政会議員とも東高寺派とも呼ばれていた。東高寺派は、たびたびた価値下にも拝越し、初代討伐を中止して、戦王を強める、俗論派幹部を拡色するよう権限していた。また東高寺派は、初代からも俗論派とは別であることが認識されていた。 そのため、東光寺派は、山口と萩を行き来し、正義派に、萩の情勢を伝えたり、今後の反省改革を論じるようになる。俗論派は、東光寺派をおとましく思い、たびたび解散を命じたが、杉孫七郎らは応じなかった。1月18日、山口を拠点としたお立て隊は、萩へ続く要所であるさざ波の反省府軍を襲撃し、その一部を占領した。この頃井上は、 俗論派が陳部の名のもとに、藩主高地下自身を出馬させることを危惧していた。井上は赤村に田ろする書体へ死者を送り、藩主が出馬した際の対応を相談した。井上は、もし藩主が出馬した場合は、馬上で切腹し、反乱したことをお詫びするほかないと伝えた。山形は、俗論派が藩主を報じるならば、書体は、ほら春高の礼拝を押し立てても追し、 俗論派が発砲するならばこちらも応じるのみだと答えた。高杉は、非常時に議論に明け暮れるのは大馬鹿者であるといい、藩主夫氏が出馬するなら、周囲に従う兵を全て打倒し、藩主夫氏を初対陣営に迎え入れればよいと答えた。井上は、高杉、山形らの説得を受け入れ、引き続き大取り状態を指揮した。馬藩、山口の住民は、 反に反抗した諸帯を積極的に支援した。諸帯には多くの人士が入隊を希望して殺到し、それとは別に1000人以上の妊婦が所帯のために物資の運搬などを無償で行い、地主や交渉は、兵糧や多額の金銭を積極的に寄付した。勝利と住民の支援で勢力を増し自信を深めた諸帯は、明らぎの反政府軍を放置して諸帯と、 初代幹部の大半を山口へ向かわせる。初代は山口へ入ると、初代会議所を開き、高杉晋作を通りに推盤して、軍政を敷いた。一心志士として、不動の地位を占める高杉だが、名実ともに最高司令官であったのはこの時のみで、あり、またこの通りの地位もすぐに自ら手放すこととなる。三田尻、小郡その他の各地の大官はことごとく俗論派に、 組したものであったが、彼らもすぐに強順し、萩を除く傍聴すべてを正義派である所帯が掌握するようになる。1月21日、サザナミにおいて、高杉らとも親しい新末藩藩主毛利元モ淳が、藩政府代表となり、所帯と休戦条件について、会談を行う。藩政府は所帯に、サザナミから撤退することを要求したが、所帯は拒否した。 しかし両者は28日までの休戦に合意した。収縮する、俗論派、編集1月25日、藩主婦氏は、東高寺派の権限を入れ、再び新末藩藩主毛利元モを、山口の初代へ派遣しは平交渉を行わせようと、するが、俗論派が退去して、押し寄せこれを阻止しようとした。しかしこの日、初代鎮静、総武行、毛利千次郎は兵を率いて、 はぎえきじする。また、反政府が、市販に求めていた、援軍要請についても、正義派に同情的な長府藩藩士利元周裏は、最初から無視した。岩国領の吉川常本は、要請に答え兵を挙げたが、和平使者として、毛利元淳が初体と交渉中だと聞くと、岩国へきじした。敬戦を望む、俗論派の求心力は失われてゆく。一月二十八日、 反政府は休戦の延長を申し入れたが初隊は拒否した。1月30日、騎兵隊は忍め口より江ノ木谷へ、遊撃隊は福江口より西市へ進撃を開始した。また初隊に属していた水野と今丸を、萩城城外の会場に進出させ自衛行動を行わせる。この事態に、高地下府市は主だった、俗論派の重心を拡色した。さらに初隊に死者を送り、 俗論派を拡色したことと反省改革を行う用意があることを伝えた。これにより初体は進撃を止めた。萩へ、編集2月2日、初体幹部は高地下府市へ停戦の合意と謝罪の手紙を送った。2月5日、反政府は萩城内の改言を説いた。この時、俗論派の実践部隊である戦記先隊に不穏な動きがあったため、 高近はこれを召し出し解散させた。同日、江戸幕閣は吉勝に終わり藩兵を用いて、毛利藩主夫子を江戸へ護送すること、また総督として、九州御藩にご協もまた江戸へ護送することを命じるよう指示した。吉勝はそんなことをすれば、天下の大乱になると反駁し、一兵たりとも出兵させなかった。その後吉勝は朝廷に参大し、 朝廷は外旋の祝い酒を送った。そして、吉勝は朝廷に、規範の暇をこい、承認されたため幕府の意向を無視して、終わり藩へ帰った。2月9日、長州市藩藩主の毛利元衆と、毛利元順が萩城に上り、藩主、高地下、重臣と一堂に会して、会議を行った。毛利元衆は、書体追悼を速やかに取り消し、書体の建範書を受け入れ、 国内の統一を図るべきことを提案した。高地下府市はこれを了承した。2月10日、東光寺派の香川半助、桜井美希さん、霊勢五郎、江木聖二郎らが山口にいたり、高杉に萩の情勢を伝え将来の計画を協議した。この時、高杉は香川ら東光寺派に初帯と同一行動を取ることを求め、香川らはこれを了承した。その夜、 萩への帰路の明らぎ付近で、香川羅は俗論派に襲われた。エギは重傷を負いながらも助かるが、残る香川羅は全員が殺害された。俗論派は、香川羅の殺害を正義派によるものと懸念した。これを知った高杉ら初対幹部は、俗論派に罪をこすりつけられるのを嫌い、萩を攻略して、俗論派を完全に打倒することを決した。2月14日、 所帯が明らかに侵入したとの知らせに接すると、俗論派の幹部らは逃亡した。水野と伊丸が会場から空砲を打ち自活動をする中、所帯は萩城へ入場する。木内と萩市内は非常に混乱していたので、高地下が水野と伊丸へ使者を使わし発砲を止めさせた。高杉らは野山国に囚われた正義派を釈放した。逃亡した俗論派の司会である。 無くなし党だ、中川上門らは、赤州で捕らえられた。2月22日、高地下府氏は先霊者の臨時作用を収め、霊社に参拝し、騒乱の責任を先祖の霊に謝罪し、維新の政治を敷くことを誓った。2月27日、高地下府氏は、萩城を出発し地方巡視に出る。江戸方面の戦地を視察し2月28日に、山口に帰り、 3月22日、高田殿を初体会議所と定めた。戦後、編集3月15日、この時期、長州には、騎兵隊、遊撃隊など、反乱前から存在する初体、大鳥城軍など反乱中に結成された、遊志隊などが混在していた。この日、初体と遊志隊は交流、整理され、騎兵、お立て、大鳥城、遊撃、南縁、洋朝。 やわた、し萩の、第二騎兵の十体にまとめられ、他は解体されることが決まる。おたて隊は、三田尻、遊撃隊は、高森、幼鳥隊は、徳寺、騎兵隊は、馬漢、やわた隊は、おご衆り、隊は、船木、大鳥城隊は、山口、南園隊は、萩にとむろし、飛散した、俗論派の先駆者機に備えると定められた。東高寺派は、 福原義道を総督として、環状体を結成した。環状体は正式な藩士を中心とした、隊であり喜隊とも呼ばれた。高杉晋作は、環状体の結成を歓迎した。高杉は、身分が低いにもかかわらず自分の決起に賛同せず、勝手に先端を開き、一時は山口進撃にも反対した所帯に不安感を持っていた。もう年へ家臣を辞任する高杉は、 非常時は仕方ないとしても、なるべく早めに封建制度を回復し、上の身分に下の身分が従う体制を取り戻すことが望ましいと考えていた。そのため書体の上に感情体が立ち、感情体が書体を指導、統制する体制を目指そうとした。高杉は知人に宛てた手紙に、脳は脳に返し、章は章に返しと述べており、書体の廃止も考えていた。 しかし、高山寺教兵、現氏の内乱を、ほぼ自力で勝ち抜いた初隊と、初隊幹部は、自信を深めていた。各地に分散を命じられたにもかかわらず、初隊は御神兵と称して、藩主の側に兵を送り、積極的に反省に関与するようになる。結局、高杉は、最初から最後まで初隊を御しきれなかった。高杉は初体を霊属させることを諦め、通りの座を降りて、 無役となり、伊藤と一緒に、イギリス留学を志す。しかし、井上文太が、初代の戦王が強まっており残留するよう高杉に、泣きつき、このイギリス留学も、中止となった。その後も、幕府の政党軍を迎え撃つ長州は身分ではなく、能力主義を採用し、元村院の大村益次郎の指導の元初代を、中心に軍備を整え、高杉は、 その一方面司令官となった。3月17日、高地下は初代の総督と長州三市藩の過労を召し、武備教順の退幕方針を確定した。長州藩は第二次長州政党へ備えることとなる。慶応元年うるう5月28日、野山国にて、無くなし東田は息子と共に斬首され、2日後に中川衛門らが切腹した。 東皇寺派を襲撃した俗論派も順次捕獲、処刑され俗論派は完全に継いえた。ただ内閣戦終了後、複数の俗論派が捕獲されたが、当初は野山国には送られず竹預けとされていた。俗論派は正義派からポストを奪うことに熱心であったが、同時期に生じた天狗党の乱のように老若男女を問わない虐殺はしなかった。 わずか49国取りで、俗論派司会と抱きされた、無垢なし等は、正義派の取り調べに対し、私一人の罪ですので、私一人を罰するようにお願いしますと言った。三加牢や、正義派交換の処刑、初対鎮静部隊の派遣についても、総督府準検士、長谷川隆氏の意向であったことを知った、正義派幹部は、俗論派の処置に躊躇したようである。 最終的に捕獲から2ヶ月経った5月に処刑されたが、この時の長州は不備強順を決心しており、次なる戦争への戦意公用という側面があった。一連の現氏の内乱は、内戦に至ったとはいえ幕府との戦争は回避しており、同時期の天狗党の乱と比較しても被害は少なかった。内戦回避に尽力し、長州を救った脱藩同士や福岡藩士、 薩摩藩の西郷隆盛のその後の運命は過酷である。脱藩同士の中岡慎太郎、淵上育太郎らは暗殺された。加藤師匠、月形先蔵、北岡雄平、築士守、武部武彦ら福岡藩士らは、おっ中の獄で全員軽視した。西郷隆盛も、返しきれぬほどの恩を与えた。山形有友に追い詰められ、西南戦争時に自決した。ありがとうございます。